ミシェルド・フランスは、フランス王・シャルル6世と、王妃・イザボード・バビエールの5女で、ブルゴーニュ公フィリップ3世の最初の妻。姉に、イングランド王・リチャード2世及び、オルレアン公、シャルルの日、イザベル、ブルターニュ公ジャン5世の日、ジャンヌ、妹に、イングランド王・ヘンリー5世妃、カトリーヌ、弟に、ギュエヌ公、ルイ、トゥーレーヌ公ジャン、フランス王・シャルルル7世がいる。 シャルル六世とイザボー王妃の間の第七子五女として生まれた。先令名は1393年に父が聖ミシェル山修道院を猛出た際に精神病が回復したことから大天使ミカエルへの感謝を示すべく名付けられた。最初、母方のオジバイエルンコールートビヒ七世の世話でプファルツのイマルクとコーヨハンとの縁談が進められたが実現しなかった。 1409年6月に、ブルゴーニュコージャン一世の長男で、また重帝にあたる、シャロレー伯フィリップと結婚した。3年後の1412年には、ミシェルの弟の王太子類ルイとフィリップの姉、マルグリッドが結婚している。この二重の縁組は、母とムコア公がすでに1404年に、両者の同盟関係を深めるために実現を約束していたものだった。 ミシェルは化粧寮として、ブルゴーニュ領のペロンヌ、ロワ、モンディディエを死ぬまで所有することになった。1413年、ミシェルと夫は、領民の願いを受け、フランドル伯領に住むことになった。1419年、ブルゴーニュ公爵家の家徳を継いだ夫は、ミシェルにフランドルとアルトワの統治を妻に任せた。 ミシェルは穏やかな性格で母が娘夫婦に何かと影響力を及ぼそうとするのを防ぎ、夫に愛情を注いで盛り立てた。1422年に27歳の若さで子供のないまま急死したが、その死は母の意を受けた次女による毒殺であったと言われている。夫はミシェルキアとの1424年にボンヌダルトワと再婚したが、翌1425年に ボンヌとも、死別、1429年に、イザベルド・ポルテュガルと三度目の結婚をすることになる。公爵夫人の意外は、セイバーフ大聖堂に葬られた。ありがとうございます。